こんにちは。まあ年は取りたくないもんだなと思いますよね。まあ年を取るといろんなことが自由にならなくなってくるんで、そのための保険を自由が効くときに積み上げておく、まあそういう活動の一環として YouTube があるのかなと思いますけども、今日ね、帝国タイムズって言って帝国データバンクの新聞撮ってるんですけども、平均年齢は 60.3 歳、過去最高更新とあります。平均年齢 60.3 歳って何だと思います？これはね、全国の社長の年齢の平均値なんですよ。だから平均年齢が 60.3 歳、会社の社長がですよ、これ結構高齢者だなと見るのか、あ、結構若いなと見るのか、いかがでしょうかね。ちなみにですね、今までの推移なんですけども、まあ平均年齢が 60.3 歳過去最高更新ってありますから、どん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 年を取ってきてるってことなんですが、これがね、1999年は平均年齢54歳だったんですよ。で、2000年に56歳、2010年は58歳、2020年に 60.1 歳という今回の数字になるんですけども、これが何を意味するかっていうと、現在ね、 60.1 歳の平均年齢の社長が、じゃあね、数年前58歳だった、さらに前は 56.6 歳だったということで、社長って60歳の社長は当然60年近く、まあ社長をやってきてる人もいるかもしれないんですけども、なんかね、結局はね、全体から見るとやり続けてきている、まあ社長は交代もありますけどもね、結構年齢が高い人が重用されて、若い人は社長にどんどん向いてないというかね、そういう風になってきてるってことの一つのデータかなと思いますね。あの、意外とね、 IT が進んできて若い人がどん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 新進気鋭の若手社長になるのかなと思ったんですけど、そうではなくって、結構ね、 IT リテラシーっていうのは経営者の中で高いんですよ。例えばね、4割の方が SNS を活用している、この年齢は80代の人のデータなんですよ。60代の人が SNS を活用しているデータ、6割なんですよね。で、逆にですね、 SNS のアカウントは持ってるけども、ほぼ友人とのコミュニケーション、ビジネスに使ってませんよって方は20代、30代で過半数を占めているということになります。つまりね、私たちの先入観からすると、いや、 SNS って若い人のものでしょうって、確かにそうなんですけども、 SNS を若いものとして使ってるのは、情報をどちらかというと提供する側、抜き取られている側、ユーザーとして20代30代が SNS を使って自分の生活環境とか趣味嗜好っていうのがどん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 ね、明らかにされていって、そのデータをもとに商売してるのは、実はね、 SNS を活用しているという別の一面を持っている60代以上の方なんですよね。まさに経営者です。つまり SNS 活用してますかって一つの質問だと、同じ質問の内容で20代30代使ってますよ、60代以上使ってますよと、同じ使ってますって言うんですけども、使ってることの意味が違う、ね、若い人はビジネスに使ってるわけじゃなくて、どんどん自分をさらけ出して、自分の情報をどん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 見てくださいと、自分に商売を仕掛けてくださいっていうふうに無意識に使ってるんですよね。でも60歳以上の方、特に経営者の方は、 SNS の活用は友達と連絡を取ったりとかね、なんやかんやと自分のことを晒すためじゃない、晒してる人の情報を抜き取るためなんですよ。したたかですよね。でも SNS って本来そういうもんで、じゃなきゃタダで使わせないんですよ。タダだタダだっていうふうに喜んで使ってるのは果たして誰なのか。おお、タダのものみんな使ってるよ、しかもそれをビジネスのツールとしてタダで活用させてもらって儲けていくぜみたいなね、どうでしょうかね。 YouTube もしっかりですよ。 YouTube を一般の視聴者さんっていうのはただ見れて得だなと思ったら大間違いで、その人が何を見てるのか、どんな方向性が今世の中にあるのか、そういったマスデータってものがね、ビッグデータってものがね、私たちビジネスをしているものにどん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 吸い上げられていって、どんどん私たちはトレンド、傾向、こういったものが手に入って有利になる。どんな動画を出せばいいのか、どんな動画は人気がないのか、どんな話題だと人は寄ってくるのか、どんなコピーだと人は買うのか、これが手に取るように分かるわけですね。でもただユーザーとして使ってるだけ、いや、 YouTube で儲けたことないですね、ネットでなかなか収入上がらないですね、そういう人は実はね、儲からないばかりか
どんどんね、言ってみればカモや養分になってるってことになかなか気づいてないということがあるんじゃないかなと思います。今回はね、年齢というそういったテーマでお届けしたんですけども、年齢の霊の字よく見ていくと、その言葉の深い闇が見えてくる、そういうふうに思いませんか。じゃあ行ってらっしゃい。